回出られた方、ある程度分かってるかなと思うんですけども、改めてご説明の方をします。今回は、SAJ の公認大会にはまだなっていません。ただ、SAJ の全日本選手権とのつながりを作っていくために、今回、各カテゴリーダンジョン、おのおの優勝者、まあ男女の小学生のクラス、あと中高生のクラス、全部4名の、その優勝者は、今度の2025年の今2月の中旬に行われるジュニア全日本選手権のインビテーション権が得られます。でそれは、エントリー費の、免除と大会開催期間中3日間のギフト券をこちらの方で用意しますという権利が得られます。でそれとは別に今回、協賛してもらっている福岡さんの方から、福岡さんの方で使える、ポイント1位が5000ポイント、2位が3000ポイント、3位が1000ポイントの方が付与されますという大会になっています。で、大体 SAJ の競技者登録もされている方が多いかなと思うんですけれども、来シーズン以降、このエアバックの大会が、公認大会になると競技者登録をしないと出れなくなりますので、まあ、今後、大会は出ていきたいなと思っていて、まあ、まだ競技者登録もしてない選手は、競技者登録の方をするようにしてください。で仕方っていうのは、チームに入ったりしなきゃいけないんですけども、まあ、その辺っていうのは、JSBA の方とかで入っているチームがちょっとまた別にもなるので、もしわからないことがあれば、後ほどこちらスタッフ陣とかに聞いてもらってもいいので、ご案内しますので、何かわからないことは聞いてください。で、あとは細かい、競技のルールに関しても、まあ、前回同様にはなるんですが、今回ヘッドジャッジの底井さんの方から、説明をしますので、よく聞いてください。ヘッドジャッジをします、底井です。よろしくお願いします。ルールはですね、ピスのルールにのっとって、再現していきます。でビテオはディールというディフィカルト、難易度、回転数、完成度、高さ、難易度、高さ、着地、完成度ですね。でその4つの観点で採点していきます。でちょっとエアバッグな着地がちょっと特殊なんで、そこだけちょっとルールをピスルールとは違って減点をちょっとしていきます。一応そのエアバッグですね、立って着地して滑るた場合減点ゼロで、ちょっとエッジランディングして、でも雪の上だとまあメイクしていいだろうっていう、技は1から5点ぐらいの減点で、雪の上だと立ってるかもしれないけど、まあ、微妙なラインっていうのが、まあ、5点から10点、まあ、もしかしたら雪の上だと立ってるけど、まあ、多分おそらく、まあ、転んでるだろうっていうのは、まあ、10点から20点で、まあ、これは確実にこけてるだろうっていうのは、30点以上の減点をしていきますので、よろしくお願いします。で予選決勝はなんですけど、全カテゴリー予選を行っていきます。で予選はですね、2本中1本のベストランだから2本滑ってもらって、いい方の点数を採用して順位を決めていきます。で、この大会だけちょっと小学生男子のエントリーが多いんで、12人から決勝へは8人上がりますのでお願いします。で決勝なんですけど、まあ、そのフィスの世界大会とかでも採用されてる、1人3本滑ってもらって、その2本の合計になります。その2本っていうのが、男子は、2方向ですね、右回転左回転1本ずつの合計点で順位を決めていきます。で女子は4方向、フロントサイド、バックサイド、キャブ、スイッチバック、その4方向のうち2本のいい点数を合わせた点で
順位を決めていくのでよろしくお願いします。まあ、分からなかったらまたちょっと聞いてもらえれば、この後聞いてくれればもらえればと思います。はい、でファイナルの出走順はですね、その予選の順位の、低い方からスタートしていきますのでよろしくお願いします。以上です。何か質問はありますか。はい、立った時に滑るのはいいんですけど、お手つきした場合にどのぐらいの減点になるんですか。お手つきもその完全に体を支えているとか、ちょっとタッチしたりとかでだいぶ、まあ、ほんの少しのタッチとかだったら、まあ、ほとんど減点はないし、完全に体を支えるような両手で、着地している場合はもう、まあ、10点とか20点とか引いていきます。ちょっとエアバックなんでどうしても沈み込むから難しいとは思うけど、はい、今の説明で分かりました。特に小学生あれか回転方向の大丈夫男子2方向さあ2方向どっちがどっちがポイント左方向左方向右方向左方向分かる。さあ右方向は右方向は右方向はバックサイドとキャブで、左方向がフロントとスイッチバック。はい、なので男子は、フロントサイドとスイッチバックが同じ技とみなされます。なのでそこをねちょっと難しいんですけど考えながらやってもらえたらなと思います。お願いします。武田力、おーですね。スイッチバックファイブ、もうあれですかね、小学生男子のリブナンバー11番武田力、メインですよね。バックナイン、リブナンバー11番武田力、11番武田力、力がスイッチできました。そう、ダメか、スイッチバック、やっぱそう着ってそのまま滑っていくっていうところまで意識が通ってる。だけど中にはやっぱり回ってはいそこで終わりだよねみたいな感じのやっぱり意識が途中途切れてる子が多かったんで、やっぱりこう日々の練習からマットといえどやっぱランディングの意識は強く持った方がいいと思います。であともう一つはその自分が今安定してできる技とその限界値に近い挑戦している技の組み立てがちょっとみんなバラバラだったかなと思います。まあマットなんで頭から落ちようが背中から落ちようが安全ではあるんですけど、やっぱりこの雪の山を想定するともっとこう安定のある技で組み立てて自分の限界に挑戦していくっていうようなイメージでやっぱりやらないと、せっかくこう雪の上での大会のためのイメージの大会がちょっと
別々になっちゃってるかなと思います。まあちょっとこうそこのバランスをもうちょっと考えて大会に臨めば、その例えばギリギリで決勝上がれるか上がれないかとか、4位なのか3位なのかっていう差はそういう小さなところで多分出てくると思うんで、自分のできる範囲と挑戦できる範囲をもう少し考えて大会の構成を組み立てると勝率が上がるのではないかなと思います。